ハーボーンはイングランドの都市バーミンガムの都心部からおよそ3マイル南西郊外に位置する地区。ハーボーンは市議会選挙区であり、バーミンガム市のエジバストン行政区、庶民院のバーミンガムエジバストン選挙区の一部である。かつてのバーミンガム市の消防署の建物。現在は中が区切られ、集合住宅に改装されている。ビビアンロードにあるセントメアリカトリック教会。 ハーボーンはビクトリア町に開発が進んで栄えた郊外地区であり、19世紀から20世紀初頭にかけて建てられた住宅が数多く残されている。最も初期に形成された一角は、地元ではハーボーンビレッジと称されており、その中心にあるセントピーター教会は、サクソン人たちの七王国時代にメルシアのチャドがこの教会で説教をしたとされており、現在の塔は、 14世紀に再建されたものである。近傍のメッチリーパークには古代ローマのブリタンニア支配の時代にローマ人が築いた鳥での痕跡が確認されている。ハーボーンに言及した最古の文献記録は1086年のドゥームズデイブックであるが集落はそれ以前から存在していた。ハーボーンはバーミンガムの中では低ーカー地域であったため近隣のエジバストンや ボーンビルとは対照的に数多くのパブが集まっていた。10軒から15軒のパブをはしごするハーボーンランと称される有名なパブクロールの行事があるが、対象となるパブは時期によって異なっている。ハーボーンという地名の綴り字は何世紀にもわたっていくつもの異なる綴りがあり、地名の起源についてはいろいろ議論がある。比較的有力な説とされているのは、 教会の小川という意味から来ているとするものだが、ハイブロー、汚い小川なども語源である、可能性がある。地区内にあるセントメアリ教会は、この辺りで最初に建てられたカトリック教会であり、ハイストリートにあったかつてのメソジストの礼拝堂を使って1870年から礼拝を行っていた、五十内会が建設したものである。ビビアンロードの敷地で1875年9月8日に、 着工されたこの教会は1877年2月6日に開動した。1973年にこの教会を担当することとなったイアウグスチの修道会はカトリック信者の増加に対処しながら従来の教会に寄り添う形で新しい教会を建設することに取り組み始め、1977年8月1日に着工した。 新教会は56週間の後期で完成に至った。1990年には、リンチにセントメアリパリッシュセンターが開設された。1891年、ハーボーンは当時のカウンティバラとしてのバーミンガムの領域に組み込まれ、スタッフォードシャー州からウォリックシャー州へ帰属が移された。その後、1974年には、1972年地方自治法に、 基づいて、ウェストミッドランズ州の一部となった。1874年8月10日、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道のバーミンガムウルバーハンプトン線から、レディウッドで分岐する短い支線として、ハーボーン鉄道が開通し、その終点として、ハーボーン駅が開業した。しかし、旅客営業は1934年11月26日に終了し、 貨物船としても1963年11月までで役割を終えた。線路湖は現在ではハーボーン、ウォークウェイというハーボーンとレディウッドを結ぶ2マイルほどの遊歩道、自転車道となっており、運河に沿ってミルバーハンプトンへもバーミンガム中心部へも歩いて行けるようになっている。ハーボーンは庶民院のバーミンガムエジバストン選挙区の一部であり、 現在は労働党のジゼラ・スチュアートが選出されている。バーミンガム市議会において、ハーボーン市議会選挙区は、原宿公部で、グリーン政府スマートシティ担当役員となっているジェームズ・マッケイを含む労働党の二人とかつて市議会代表も務めた保守党のマイク・ホイット・ビーを市議として送り出している。この市議会選挙区には担当職員が一人配置されている。ハーボーンには、 ナショナルエクスプレスウェストミッドランズのバス路線のうち 11A、11C 11、22、23、24、29、29A、29S、48、99番がそれぞれ乗り入れている。かつては1874年に開業した鉄道駅もあった。旅客取扱いは1934年、貨物は1963年で営業を終えた。 2013年の時点で最寄りの鉄道駅は乗降客の多いクロスイコールシティ線のユニバーシティ駅レールウェイステーションでありそこからバーミンガムニューストリート駅へは電車が頻繁に運行されているユニバーシティ駅はハーボーンから歩いて10分の位置にある廃止されたハーボーン鉄道のハーボーン駅はハイストリートから1分のところにあったもしハーボーン鉄道が 今も残っていれば、通勤客の利用が見込めたことだろう。しかし、鉄道が再開されることはありそうにない。ありがとうございます。